今日はですね、ちょっとロイ式を別の見方から考えてみたいと思うんですよね。で、はい、ロイ式を取り組む大多数の方々っていうのは、ロイ式のビジネスを立ち上げて、売上利益を立てていこうっていう方々が、まあ、多いと思うんですけれども、僕たちみたいな株式投資家として活動している方が、ロイ式をどう使うかって考えた時には、発想が逆なんですね。で、例えば株式投資家の場合は、ちびちび入れていきたくないんですよ、お金を。長期視点で成長する、成長株を買ってるんで、買い時はいつなのかって言われたら、まあ、直近ではこうやって上がり下がりあるとはいえ、今日なんですよね。なるべく早期のうちに、ポンと入れときたいと。で、あとはもう忘れて、まあ、それこそ5年、7年っていうほったらかしにしときたいわけなんですよ。例えば僕も持ってる株の一つがですね、まあ結構持ってるんですけど、それはですね、7年前、仮に2000万円入れたら、今日は7億3000万なんですよ。で、これなんで7年間かっていうと、ちょうど銀行融資物販で借りるときに、だいたい7年ぐらいで借りるんですよ、みんな。じゃあ2000万をポンと借りられるじゃないですか。それを、じゃあポンと借りて、ポンと放り込んでおくと、株に。で、そうすると、でも、元本返済とか金利返済があるから、会社たちはね、もちろんこれ元本返済いらない融資、シフトすることもできるんだけど、ちょっとそれ時間があるから、もう全部返していくっていうふうに想定した場合ね。そうすると、2000万の場合、毎月毎月、だいたいね、24万円ぐらい返しすぎるんですよ。まあ、正確に言うと23万8000円ぐらいだったと思うんですけど、それプラス金利が7年間で106万ぐらいだったんですよね。うちの弟の場合とかも。まあ、金利の分は何も考えなくても、もうごくわずかな分っていうね、感じなんですけど、7年にするとですね。じゃあ2000万をポンってこの入れると、そういう成長株に。で、毎月、じゃあこの24万円を元本返済できれば、これずーっと上がろう下がろう、関係ないんですよ、でも。株が。関係ないですよね。関係ないですよね。で、さらには、これもし追加融資が一切取らないで、もうその借りっぱなしでね、もう、それで約束通り元本と金利だけ返していくっていうふうにしちゃうと、24万ずつこれ毎月払っていくと、7年間ではね、借金ゼロなんですよ。すると、物販の会社法人では借金がゼロになって、こっちには7億3000万がドーンと入れられやすい。で、僕たちやってるのはこれなんですよね、はっきり言ってね。だその時に、じゃあ、ロイ式、それをね、やる場合、じゃあ、サラリーマンで本業コツコツでありながら、もう、ポンと借りて、ポンと入れて、あとはもう真面目にお仕事だけしとくと、サラリーマンで。でも、ロイ式も、辛うじてやっとくと。で、その時には、毎月、25万円ぐらいね、まあちょっと多めに、じゃあ30万ぐらいの利益を出せるようになってれば、元本返済に当てられるんですよ、きっと。そこから利益取んないで。もうこれ株だと。で、株を積み立てする人もいるんだけど、結局積み立てするよりも最初にポンって入れた方が絶対増えるんで、成長株の場合は。だって毎月毎月だとほら、ちび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 増えてる感じなんだけど、まあ上がり下がりしながらですけどね。ずっと明らかに先にポンとやって後からちびちびお金を返していった方が7年かけてゆっくりと、はい、めちゃくちゃお得なんですね。そうするとまずじゃあ大事なのはその成長感もしっかり見極めるという僕たちが出てきて、あ、そちらはね、そちらはね、はいはい、はい、だからこの話だけ聞いて自分で成長感と思って、ああもう本当僕たちのくらい多分わかんないです。はい、じゃあそれは一応ちょっとそうですね、なんか適当な株にポンと入れちゃダメなんで、はい、これ減ってちゃうから、そっかそっか、なると大変なんで1000万が1000万だったら、ケイタさんのところでも僕らのところでもいいと思うんですけど、まあ売り上げ、まあ300万ぐらい取れるようになればそれぐらいになってるかなって感じですよね。でこれはほら別に米ドルの株を買ってるんですけど、最初に買ってるんで途中日本円でいいわけなんですよ。だって返済の24万ってこれ日本円ベースですから、はい、だからここブレることないんで絶対に、うん、そうするとロイ式でもいいんですよ。でロイ式は、ね、はい、まあ、月商300万の維持継続なんてめちゃくちゃ簡単なんで正直何にもしなくていいんだよ、ほとんどそう、バイト使って、そこね、そう、そこを一回到達しちゃえばね、到達しちゃえばね、一回ほんとゆっくりでいいっていうか、そこらへんの売上利益だったら、うん、そういう感じで考えてみると面白いんじゃないかなと。最初に資金を用意して、ね、で、うん、後から元本金利を返すためにロイ式をやるってことで、まあ、回ってて、何もしなくていい。そうですね。もうこれだけで送り火を目指せますよね。ちょっと2000万が7億3000万っていうのは僕の中でもできすぎな、ちょっと一番のエースを上げちゃったんであれですけど、まあ、そうじゃなくても、まあそこまでいかなくてもやっぱり2億3億はいくんじゃないかなと思うんで。米国株のこうね、ここ数年の見てるとね、はい、まあ、そういう結論になります。はい。で、これから先止まるかって言ったら、ちょっと世の中的にまだね、スタート地点に立ったばかりだ。分野でもあるんで、そこは。まあ、少なくても、そのね、10倍、20倍になるかどうかは別としても、マイナスになることはないんで、絶対に7年もあったら、うんうん。ビジネスでやるよりもお金が貯まるっていう。だから、ね、ポンと引いて、ポンと入れて、で、頑張って返していくためのロイ式っていうちょっと発想で、はい、ロイ式を検討してみると面白いんじゃないかなと思います。そうですね。そういう。何にも怖いもんだね。株価が落ちようが、はい、上がろうが、はい。銀行がなんか行っていくんだったら、会わなきゃいいだけだ、7年間全部返し終われば、ね。そうそう。でも、そこでやってて、ちゃんとこれ回ってると、元本返してると、ね、また借りてくださいって来ちゃうんですけどね、どうして。そうそう。もう別にね、ちゃんと返さない話をしてるわけじゃないので。返してんの、ね、何も起きるんですか、じゃあ、はい。まあ、お金のね、今ね、用がついてないんでね。そう、絶対、そう、絶対に返すからって。そういう感じで、ちょっと挑戦してみてもらいたいなって思います。ありがとうございます。はい。いや、本当、僕が勉強になるんですよ、ここは。いえいえ、はい、ロイ式の違う角度からの活用法です。それではまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。